はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、まあ、次の制限改定で確実に禁止になるんじゃないかとか言われているネクロフェイスギミックについてご紹介をしていきたい。改めて、ネクロフェイスっていうモンスターが、まあ、どういうモンスターかというと、こっちが除外されるとね、お互いの、プレイヤーは自身のデッキの上からカード5枚除外するよっていう効果なんですけども、このネクロフェイスとかいうガチでヤバいモンスター、これをですね、まあ、連打して相手のデッキを先行で破壊するっていう、まあ、デッキなんですが、これあのデュエルスカップとかランクまで使ってたんですけども、あの先行でのデッキ破壊率がえげつないです。はい、ありえないレベルでね、あの成功するんですね、この、ギミックが。で、結構そのネクロフェイスを研究する方が増えてきて、構築もなんかある程度固まってきて、あのまず、構築としてはパンクを入れた方がやっぱり安定的にあの墓地を壊せると。パンクギミックって基本的にはカオスルール、あとジアンデッドヴァンパイアが、出るので、セアミンかとコストから、なので、まあ、ここで9枚墓地壊しが確定するっていうところがまず強みであって、で9枚の中にね、ケルベクとかあのアギドが入ってればさらに墓地壊せるし、白雪も落ちやすいということがあるんですよね。でですね、構築としてはね、なんかね、これが強いらしい。石化の光、まあ、ちょっとあのなんだろう、ランクマとか DC で当たった方のやつ参考にしてるだけなんで、ちょっと構築甘いかも僕知んないんですけど、あの これはめっちゃ強いらしい。あのとりあえず2枚ドローして、あの強欲なツボみたいなことできるんですよ。でそのこのカードの発動以降、魔法トラップ使えなくなっちゃうよっていう効果あるんだけど、まあ、別にほとんど入ってないし、緊急テレポートはチェーンシュートばいいから、なんか石化の光チェーン金テレみたいなことすればいいらしいんですよね。だからここはなんかめちゃくちゃ強い。でギミックとしてはやっぱ40枚にしといた方が、あの白雪とかネクロフェイスがあの安定的に落ちやすいので、まあ、ちょっと抑えまして、先行だとねほとんどワンキルできますね、デッキ破壊で。まあ、一応ですけど、あの相手のデッキが60枚とかだとさすがにきついんですよ。あの一応あのギミック上ネクロフェイスを9連打ぐらいできるんですけども、まあ、相手の誘発とかで止められることが多いのでね。なので、まあ、基本的にはまあ6回ぐらいですね、6回のネクロフェイスをの効果を使い回していくという、まあ、感じになってまして、だから60枚とかのデッキだと意外と削りきれないことがあるから、そうなってくるとちょっと制圧する方向に、シフトした方がいいかなっていう感じはするんだけど、まあギミックとしてはねそんな難しくなくても、とりあえずなんかパンクで墓地肥やしてネクロフェイス落として、で白雪でネクロフェイスをめちゃくちゃ除外するっていう、はい、これだけです。で除外された、ネクロフェイスが、帰ってこれるように、ジ・エンド・スピリッツを、まあ、除外ゾーンから機関車したり、デュガレスで機関車して、でそいつをなんかあのトポロジック・ボマーとかダイヤウルフとかバロネスで叩き割るみたいな、 あとヌトスで叩き割るみたいな感じの、まあ、ギミックです。これあの DC でね僕はね使ってたんですよ、ファーストステージで。先行ではね勝率えげつなかった。ちょっと後攻があんまり誘発僕の この感じだと入ってないからあれなんだけど、多分ですけどやっぱそのコナミ君って先行ワンキル嫌う傾向にあるから、でもねこいつねデュエルスカップ終わったら行くんじゃないかなと思ってんだよね。あまりにもね先行での成功率が高すぎると思うから、このデッキ先行ワンキル率が多分行くと思う、おそらく。まあちょっと、様子を見ながらって感じではありますけども、多分今回が最後になるんじゃないかなと、このデッキ使えるのはと思うので、皆さんもね、最後に使ってみてください。最後になるか知らんけど多分最後になると思う、おそらく。デュエルスタンバイ。これこのデッキやっぱあかんと思うんだけど、皆さんどう思いますか。このゴミカスデッキ、やってることエグすぎてマジネクロフェイス禁止になると思うんだよね。いや、使ってる分には楽しいけどさ、あ、うらら、オッケー、ここにうらら打ってくるのマジでありがたいわ。いや、ほんまにね。で、いや、でも言うてね、誘発2枚くらい打たれるとちょっときついですね。あ、なんかある。あ、ゾウジー、オッケー。ゾウジーは、もうなんかもう無視して動いていくしかないんだよ、こっち。止まったら負けるんで。止まるんじゃねえぞっていうことですね。まあ一応、序盤の方に誘発めちゃくちゃ投げられるとかなりきついです。はい、一応うらら打たれてるんで、もうきついのはですね、無限抱擁とかエフェクトベーラーとかそっち系ですかね。あとガンマとか、ガンマとか、あとあのバーデグみたいなモンスターが結構きついですけど、まあ、ここ通ってくれると嬉しいんだけどな。あ、いけそうで、セアミンと
ディアノートですね。で一応効果発動して、あやばい、ここにうわやってしまったか。これは余計なカード使ったか。いやこれ余計なカード使った説あるな。結構やばい、普通にこれはね中長並ばないやばいかもしれん。これちょっと待って、石化の光でちょなんか三中な引け、ガチでやばい。これ余計な効果使った。神神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 危ねえ。オッケー、これで一応シンクロできるわ。危なかったー。でここから動けるのがこのデッキのすごいところですから見せていきましょう。でカオスルーラー効果チェーン1でチェーン2ディアノート。でこれ相手もさ、うららとさ増殖する字とガンマン投げてまだこいつ動いてんのってなってるよね多分まだ動いてるかみたいになってる。でこれちなみにガンマン出てるからもう無限保養は大丈夫で、まあ、エフェクトベイラーぐらいかあとあんのは。はい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 、なるほど。まあ言うてそんな強くねえけど、まあ白表紙がまあ強いか。でも、まあ、ネクロフェイス2枚いったのにでかいですこれね。で一応レベル8のモンスター2体でオーバーレイングしてザ・アンデッド・ヴァンパイア。 OK、 ちょっとムドケルが落ちてないんで、ムドケル落ちてくんないとデッキ枚数多すぎますねこれ。ムドケル落ちてくんでやばいっす。はい、あアギド落ちた、ムドケルじゃねえや、アギドか、アギドケルブだったごめん。あこれさすがに強いわ。特殊召喚するモンスターは一応中段の方がいいかな、中段の方がいいか。でレベル2だからレベル2の方がいいね。これエルフが後で出せるかもしれないね。でケルベック効果でアギド効果発動して、さああと23枚ですね。余裕ですね。あと23枚ですかあと23枚は余裕ですね。で、トリックラインが出てくる。おかそう。相手手札バンバン増えてくけど、このターンでデッキ切れることに対する対策はできてんのかな。わかんないけど、なんか光ってるね。とりあえずこれもういっちゃっていいな、多分。これ、白雪打っちゃっていいですよ。で、まあ、ネクロフェイスを巻き込めばいいので、ジャイアントレックスとネクロフェイスをもろとも除外して、ですね、まあ、除外するの、いくせっか使っちゃったからせっかでもいいね。まあ、7枚目はまあ、なんでもいいか。まあ、これで、で除外して、白雪ちゃんが出てくる。これなんだろうな、ニビルかな、ニビル引いたんかな、もしかしたらニビル引いた説あるの。はい。で、ここ。で、ここ。はい。で、3枚除外して、さらにここ。で、あと11枚なので、デッキゼロになることはもう確定している。デッキゼロになることは確定している。で、これ多分、チェーン的にこれ2ビル引いてるもんね、多分。多分2ビル引いてる。相手。はい。はい。全部いきましたけども。大丈夫ですか？やるなやるなやるな、ニビル手遅れのニビルもうすごい量の誘発打たれましたけど、相手のデッキもないで関係ないっす、関係ない関係ない、マジでマジで関係ないまあデッキがないプレイヤーはどうなるか言ってみろよ。デッキがないプレイヤーは特殊召喚して増殖の効果適用された場合はドローするカードがなくて、はい死ぬほど誘発打たれたけど関係なくてワンキューしちゃったわ。このデッキ高校の勝率えげつない低いですけどねバリ低いっていうことだけ言ってきますわ高校勝率えげつない低いからな。あーイベルツインか、イビリングツインね。なるほどね。新規絵のあのイラスト違うじゃないですか。キースケルトリーダーの。あれめちゃくちゃ可愛いんで、早く欲しいですけどね。マスターデールにも早く来ないかなと思ってるんですけど、なんか最近ね、トロイメユニコーンとエルドリッチのエッジガイが追加されたじゃないですか。マスターデールにね。ちなみに僕あのカード出なさすぎて、なんか全部で2万ジェムぐらい作りましたけど。
キスキルに、キスキルじゃねえや、エルドリッチに1万ジェム、トロミアユニコーンに1万ジェム突っ込んでるんで2万ジェム消失しましたよ、あのカード。だ実質、まあ、ジェムが大体、1ジェムが2円なんですよ基本的に。なんで1万ジェムってことはあの2万円ってことですね、はい、1枚2万円ですエルドリッチとユニコーンは。私の中ではね、もちろん無料で引いた人もいるだろうし、あれですけど、運が悪いとそうなるっていうことだけ言っとくわ。あのカード生成できないから。スプライトとかこれ勝てんのかな、これわかんねえけど。デスサイズ型か。デスサイズは墓地メタすればなんとかなると思うので、これどうやって動いていこうかな。ね、なんとかしてですね、あ、ゾウジーですね。あ、わかりました。ゾウジーはもう大丈夫です。一応打った方がいいか。一応打った方がいいね。一応打った方が良くて、サマーフェイズだから大丈夫だね。メインフェーズ中じゃないと、キスキルもエルフも動けないので、まあ、このターンで、あ、このターンじゃない。このタイミングで、デスサイズが蘇生されることはない。あ、うららか。なるほど。いいだろう。しょうがねえ。まあ、そのうららはしょうがねえ。あ、ここでうらら打ってくれたのはでかい。でですね、これはね、スタンバイフェーズ中なんでエルフ戻せますね。スタンバイフェーズなんでエルフの、特殊召喚効果は発動ができない。オッケー。でですね、デスサイズちょっと無理そうな気がするんで、ディバイナー効果使って、ムドラオアケルドを落としていきましょう。そうすると多分ね、ね、キスケルで効果で、これ多分リーダー特殊召喚してリーダーでデスサイズ割ると思うんですけど、これ持ちメタ刺さるんで、はい。で、ムドラですね。はい。でですね、リーダー効果発動して、そこ割りますと。で、それは別にどうでもいいです。で、デスサイズ叩き割れました効果発動にチェンしてムドラの効果で、あれをデッキに戻してあげると、デスサイズが出てこないと。これ、ね、結構ね、こういうことあるから、だから、あのね、その、なんか脳死でアイドとか、ケルベクを落とすよりも、相手の動きに合わせて落とすのを変えた方がいい気がしますね。これで妨害なくなるの弱えよな、でも。やっぱ、デスサイズ型って。このなんか刺さるカードが多すぎて、まあ、結構無限包容とかもダメだし、墓穴もダメだし、なんか、デスサイズ型相手してて、なんかあんまり強くねえ気がしてきた。個人的にはね。で、ケルベク落として、あ、で、これさっきバルネスとかやったな。デッキから特殊召喚するのは、セアミンしかねえか？一応こっちか。で、痛い。めちゃめちゃに痛い。で、効果発動して、で、リバイバル出てくる。で、アギドも出てくる。いや、これさっきバラネスだったな。ちょっと間違えた、順番。やべえ、なんか引かれるとめんどくせえ。カード。ニビルとか普通に刺さる、これ。リバイバル出てくる。痛い。大丈夫だ、危ねえ。で、先にバラネス、危ねえ。これ先にやるべきでしたね。はい。これどう考えても先です、これ。はい。で、バロバロをバロネス出して、で、パンクに触れてないが、まあ、もう白雪行くしかないんで行きましょう。パンクに触れてなくても、ネクロフェイスは除外できる。関係はない。ネクロフェイスさえ除外できれば俺は参る。ちなみに、バロネスから入ってると結構強くて、まあ、墓地が超えたらなんだけどね。墓地が超えてたら、破壊できるんですよ、フィールドのカード。だからね、後で、ジエンドスピリッツ、蘇生させて、機関化蘇生して、破壊できるんです、そのまま。めっちゃ強いですよね。はい。さあ、ジャイアントレックスも蘇ってきちゃうぞ。大丈夫かな？さあ、あなたのデッキは残り何枚ですかと言ったところ。で、ウィー。ウィー。痛えな。で、ネクロフェス効果で、はい、さらに除外される。できなくなった。結局ね、ゾウジーとかいうカードね、打たない方がいいっていうことが皆さんもよく分かったんじゃないかなと思いますね。このデッキに対して。まあ、一応まあ、ジ・エンド・スピリッツ帰還させようと思うんだけど、もうあなたデッキないけど大丈夫。できないね。はい、さよなら。
おいこれは国崩しの称号がはかどるな。先行だったら強そうでしたけどね。これ先行だったら2枚ドローに売られ打たしてフォクシーチューンから融合してみたいな動きができたんで、さすがに強かったですけど、これちなみにこのデッキなんか高校の勝率やっぱあんまよくない。先行ではめちゃくちゃ強いと思ってますけど、ワンキルできるんで、先行ワンキルができるんで、前だからデッキ40枚だと結構まあ成功率かなり高い。60枚だとちょっとあの間に合わない時がありますね。まあ墓地の落ち方とかによっては。はいはい、バーデク天使いねえな。まあ、とりあえず1回2ドローしてから考えるか。ラビレンスはなかなか厄介だな。あの伏せカードがトラップカードが大体強いからな。かぶりすぎだろ、ふざけんな2ペアできたけど、いやせめてなんかオーガナンバーとかにしてほしかったな。でフォクシーチューン効果発動する。でこれ白雪送って、これはですね、まあ、セアミンツしかないか。でディアノート引いちゃってるんで、ディアノート出すしかないですね、テクだから。デーモングリッチ、いやキモい、いや劇的にキモいな。はい、いいでしょう。で、破壊されながら悪魔族を遅れて、でラビリンスがやばいカード落ちない、それやばくないあかんカード出てくる。除外スーパーメタモンスターきたー、やばいことが起きそうやばい。いやでもこれさすがにここでしないけど意味わかんないから、リソースがなくなりすぎる、あまりにも。ここの白雪はほんと身が分かんないから、ちょっとなんとかなんねえかな。除外できないだけでしょ、除外できないだけだから、なんか戦闘で破壊した後に展開するのか。はい、でなんかわからんカードがセットされた。で顔半出てきて除外できなくなった、やばい下ボッキしたんだけど、ありえんきついんだが、え？ありえんきつくて草なんだが、ちょっととりあえず一回出すよね。でフォクシーチューン見せてどっちか出してどっちか捨てるっていう効果で、多分フォクシーチューン出してバーデック召喚からバロネスだな、これ多分それが一番でかい。バーデック召喚なんかあんまやったことねえ動きしてるけどで一回顔半は普通にしょれると思うから、後ろ割れに行ってもいいけど、まあでも顔半かさすがに、なんかワンチャン後ろでめんどくさいカード発動されるときついもんな。普通に発動できるんだ、やった。もうちょっと顔半割るわ。後ろでも、まあ後ろでもよかったかもしれないな。ゲボキモいんだけどいやでもあれは次のターンに割ればいい。あれバロネスで次のターンに割ればいいから。でもね、そこじゃないマストカウンターは、大きな鉄壁というカードも除外ができなくなるカードなので、多分この人、ルーンおよびネクロフィースに親殺されてます多分ね多分ルーンおよびネクロフィースに親殺されマンが作ってますこのデッキ。いやさすがにデッキギミック死ぬからな、あの大きな鉄壁は割んないといけないですね。鉄壁割ります、ぎっしょ。いやでもこれもまだマストカウンターじゃない、これも別に次のターンで破壊できるから今そこマストカウンターじゃない。バロネスに全てを託す俺は。いやアタッカーとしてこれ白石運用したらこれ勝てんじゃねえかせたんだ。これでバトルフェーズ入ってで今2体でぶん殴っていけ、いけるぞいけるぞ、いやいける。相手のパニッシュメントは無理だな、いやそこはさすがに無理だな。これ多分ヌトスとか落とされるし、普通にバロネス破壊されるかもしれない。これはマストカウンターだな。ここ
向こうで。やばい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 。映像やトラップパカパカによって俺のバロネスがしょらってしまう。あー終わったか。これはさすがに除外できないと白雪さん何もできないぞこれ。きつい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 て、ああこの世の終わりみてえなできてたなこれ。ネクロフェイスだけには絶対に勝ちたいってことなのかな、わかんねえけど。こういうデッキ言うからやっぱネクロフェイスはクソ。